ようこそエナシフ TV へ本日はグリーンボンドについて教えてくださいはいグリーンボンドですよね最近よく聞く言葉ですよねノータイムという脱炭素と脱炭素する時間なんかないぞと映画のタイトルみたいですけれどもグリーンボンドっていうのはまず何かってことなんですけれどもボンドっていうのは人の名前じゃないですよ債券です基金調達のためにこれ発行するものなんですよいわゆる SDGs 債ってものがありましてまあ要するにサスティナブルデベルメントゴールズのために使える債券なんですけれどもこれが市場に増加しているとでその対象によって実はグリーンボンドですとかその他 ソーシャルボンドサスティナビリティボンドなどがあるんですよいくつかあるんですねそうなんです、はい、で、似たものにはグリーンローンですとかインパクト投資っていうのもあるんですよなるほどこれちょっとね簡単に説明しておきますと、はい、グリーンローンっていうのはグリーンボンドと違ってこれは融資なんですだいたい銀行が資金を提供するもので多額の調達は難しいんですけれどもまあ小額規模で貸してくれると一方インパクト投資っていうのはこれは社会の影響を評価するための投資で<ー>これも一般的に資金規模小さいんですけれども例えば、はい、ワクチンの接種のために投資しますよね、はい、そんなに大きい 金額じゃないけれどもこれ途上国大きい影響を与えますよね、うん、そうですよね、えー、こんなようなものインパクトを通していってます でグリーンボンドは何かってことなんですけれども、政府、はい、の本局国際資本市場協会、ICAM っていうのが、それぞれのボンドの原則、それからガイドラインなんかを作成してるんですけれども、それに基づいたものって考えていただければ結構です、実はね、これにこだわることなく、各国でも国内向けのガイドラインを作成してまして、日本にもちゃんとガイドラインあるんですよ。なるほど、日本にもあるんですね。この下のね、図を見ていただくと分かるように、はい、グリーンボンドがあって、その一方、社会的なことでソーシャルボンドがありまして、うん、で真ん中いいこう、大体両方にまたがったところで、サスティナビリティボンド。 ボンドがあるということになります、うんはい、でこのグリーンボンドっていうのは大体再エネですとか省エネ事業のために発行される債券になりましてで非常に再エネ化するイメージ多いじゃないですか、はい、そのほかにも省エネで言えばエネルギー性能の高い建物を建設するのに使われるんですなるほどで実を言いますと日本ってやっぱり再エネってイメージ強いじゃないですか、うん、でも CO2 脱炭素の一丁目一番じはどちらかというと建物だっていうのがもう世界の合意なんですよあそうなんですね日本はね、はい、まだまだ遅れてるんでそういう意味でもね、うん、楽しみなのかなというところもあります、うんで 一方、ソーシャルボンドなんですけれども、はい、これはいわゆる教育ですとか、はい、医療ですとか福祉とかそういったものに使われるといったボンドになりますで次の部を見ていただきたいんですけれども、はい、チキンの人グリーンボンドこれは当たり前ですけれども、うん、グリーンプロジェクトに限定してますでチキン確実に追跡可能にしなきゃいけないんですよおーなるほど。せっかく借りたお金なんですけれどもこれは何に使ったか分かるようにしなきゃいけないと。 せっかくグリーンボドのお金を借りたのにね、はい、なんかね、石炭火力つきちゃだめでしょっ <laughs> そうですよね。で、次にもう一つありますと、はい、レポーティングによる透明性なんですけれども、これ、ちゃんと使った後もレポート、報告しなさいと、でちゃんと何使ったか、みんな最後まで分かるようにしなさいと、非常に大きい要件なんです。うん、なるほど、うん、じゃあ、もう一連の流れを見てるんですかね、その通りなんですよ、はいで、ちょっとこれ見ていただきたいんですけどこれ、発行スキームで、一般的なスキームなんですけれども、はい、普通に債券を発行するときとちょっと違うの、2点あるんですよ。2> 2点 一つはアレンジャーの存在なんです。これ失敗センターじゃないですよ。アレ <laughs> ンジャーじゃないんですね。それアレンジャーです。これはね、あのどういうグリーンボンドを発行していくかっていうところで、うん、証券会社だなどか取りまとめになって、枠組みとかっていうのを作りまして、それでこの投資家に投資を呼びかける。そんなような存在になります。うん、それからもう一つ、これ大事なんですけれども、はい 外部レビュー機関ここがポイントなんですん実<は>なるほど外部から見るってことですかねそうです先ほど透明性って言いましたよねうん、うん、本当にちゃんと調達したお金が使われたかどうか大変でこれで作ったからいいでしょ、はい、って自分で言ってもしょうがないじゃないですか、うん、確かにそうですね確かにこれで大学発電作りました、うん、これで省エネビル作りましたってことはちゃんと評価されないと透明性ないわけですよ、うん、この透明性を持つための外部レビュー機関これは絶対必要なんですなるほど第三者から見ることで透明性が出るっていうことですねな こういうめんどくさい仕組みなんですけれども、はいうん、それでもグリーンボーンで発行するこれはねメリットたくさんあるんですよちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、まずサスティナビリティ経営の高度化企業求められてます儲けるんじゃないかと。 持続可能でであれれっててこと言われてるんですよで例えばその中で TCFD にきちんとコミットするこれに対応するってこともそこに含まれるんですちゃんと気候変動に対してこんなシナリオを作って対応してる会社だったら将来大丈夫だよねとその一環としてグリーンボンド発行することそれで評価されるわけですよそれから社会的支持の獲得社会にアピール、はい、うちの会社グリーンボンド発行したんだぜ、うん、いやなんかいいことやってるのかなと思うじゃないですかそういう意味でも非常にこれアピールになるんですよう それから新たな投資家との関係構築今まで例えばこの会社誰も投資しなかったお客さんもでもこんなことやるんだったら投資しようかなと思うわけですようそうですよねそうすると、はい、新たな投資家を獲得することにもなるとなるほどそして最後なんです、はい、比較的好条件ででの資金調達になるんですよんこれ会社持続可能だよねっていうんであればリスク少ないなって思われるわけじゃないですかだったら少しぐらい利率低くてもいいよねとかそんなに思われるわけですよ、うん、そうすると資金調達する側にとっても割といい条件でお金借りられる と、こんなメリットもあるんですよ。メリットも結構あるんですねえ。グリーンボンドの歴史も見てみたいんですけれども、これ比較的歴史浅いんです。で、2006年にサスナビリティ系の効率化ってこと言われまして、先ほどね。tcfd などの要請に対応とかありました。けれども、はい、そういうものってのも求められるようになってきたと。 で2007年、これ最初のグリーンボンド発行されます。欧州投資銀行 EIB がまずプ、うん、ライメートアウェアネスボンドというのを発行するんですけれども、うん、最初のグリーンボンドって言われてるんですよ。あそうなんですね。ただこの時はグリーンボンドって名前はまだなかったんです。この時はまだないんですね。そうです。翌、うん、年の2008年に世界銀行、うん、ワールドバンクがグリーンボンド発行するんですけれども、うん、この時に初めてグリーンボンドっていう名前が使われるんですよ。うん、なるほど。本当に最近のことなんですね。その通りです。で2014年になって4つの投資銀行、インベストメントバンクがグリーンボンド原則を策定しま。 うん、グリーンボンド、こういうものだよねってことで、お金出し手が規定するわけですよ。 これは後に ICMA が事務局になってグリーンボンドの要件になっていくわけですけれどもあと、はい、言いましたよねでも各国も独自にガイドライン作ってるってあそうですよね中国早いんですよ、うん、2016年にはね、はい、中国もグリーンボンドガイドライン発行してるんですよお早いですねこの時からもう中国もグリーンボンドガイドライン作って、はい、中国もっともっとグリーン投資していくんだぞっていうのを見せるわけですよで日本は1年遅れて環境省がグリーンボンドガイドラインを策定します、うん、なるほど日本は1年遅れてしまった、ね、そうなんですよねなんかね一文したらね中国より遅れてるじゃんってね、うん <laughs> 突っ込みそうですけれども、うん、でも一、まあ、年遅れでちゃんと日本もこういう形でグリーンもをもっと通していくんだってことができたっていうのすごくいいことだと思います学校、ねうん、実績を見ていきたいんですけれども、はい、日本のものなんですけれども10月8日この時点でもう1兆円超えてますねあ本当ですねちょっと今年下がってるに見えるかもしれないんですけれども、はい、ま今年途中ですから、うん まだ二ヶ月ちょっとあるんです<あ>これ。そうですね。ねじゃあもっと伸びますね。伸びます。はい。で参考までに、日本のサスナビリティボンドの方もちょっと見ていきたいんですけれども、こちらも急激に伸びてるんですけれども。はい、グリーンボンドに比べると、ちょっと遅れて伸びてるかなと。はい、で発行総額もだいたい八千六百億円と。まあ、ちょっと、また少なめかなというところもありますけれども、これまだこれから伸びてきます。お<ー>じゃあ、世界全体見てみましょう、はい。世界全体も伸びてますね。伸びてますよ。今年でもう三千二百三十七億ドルですからね。はい すごいですね。ドルですよ、ドル。これ日本円に直す三十六兆五千億円。はい、しかもこれまだ今年途中なんですよ。あもう規模が全然違いますね。全然違います。今年の九月ですからね。日本よりもちょっとね、うん、まだ短い期間なんですよ。これ。んこ,れこれんだけのお金が世界で三年やとか十年に投資されてるんですよ。はいうーん ちょっとでも思いません。世界全体で三十六兆円ですよ。うんうん、で、日本はそのうち一兆円ですよ。あまだまだ、これからなんだなという感じがしますね。まだまだ日本もね、はい、まだまだポテンシャルありますよ。これ。うん、そうですね。次見ていただきたいんですけれども、グリーンボンの発行したい。これ地域別の発行実績見たんですけども、圧倒的に欧州多いですね。はい、本当ですね。えー、やっぱりね、欧州はグリーンの先進国だって、まあ、まざまざと見せつけてますよ。加えてね、やっぱり国米も多いですし、アジア太平洋も,もう順調に増やしているんで。その意味でも、世界的にもどん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 増えていくかなと。 と,いうところですね,ですねこれを見ていただきたいんですけれども、はい、グリーンボード調達金どこに使われているかなんですけれども、うん、エネルギー多いですよね,や,すねやっぱりね建物も多いですよね、うん、先ほど言いましたね、うん、建物の省エネこれ大事です、うん、それから意外に交通も多くなっててね、はい、やっぱりねここは。 電気自動車の増加とかねそれに関わってくるのかなとなるほどそれからですね一方サステナビリティボンド世界の状況を見ていきたいんですけれども、うん、グリーンボンドに比べると規模はまだ3分の1ぐらいかなっていうところで、うん、これからまた伸びていくところなのかなと思うんですけれども、うん、一つ気になるのは次見てくださいこれはどこでお金出しているかってことなんですけれども、うん、グリーンボンドと違って国際機関が多いんですよ。はい 教育ですととかか福祉とかそういうういものにお金使うっていうのはなかなかねビジネスになりにくいんでそういう意味で言うとやっぱどうしても国際機関がお金足してになっていくのかなっていうところがあるかなと思いますただそれにしてもね2020年非常に増えてるんですけれどもそらくこれはコロナこれを途上国支援に使ったってことは大きいんじゃないかなというふうに見てますコロナの影響なんじゃあグリーンボンド日本でどんなものが発行されてるかって見ていきたいと思うんですけれどもまず一つ扶養総合リースのケース50億円なんですけれどもね2019年発行で2024年償還開始まあ大体5年ぐらいで償還始まるんですけれど はい、これ、何に使われているかと言いますと、グリーンボンド、不要総合率が発行します、もう投資家からお金を集めまして、うん、RE100 ですとか、<ー> RE アクションに参加している企業、実際に向けにお金を貸すんですよ、この次なるほど、そういったところなんですねで。特にやっぱ RE アクションみたいな中小企業、あるいは実際なんかだとなかなかやっぱり資金調達難しいんですよ、いくらグリーンとはいえ、でそういうところにきちんとお金を貸してで、そこでそういう中小企業もちゃんとグリーンになっていくんだっていう意味では、非常に大事なグリーンボンドになってますね、これは。 そうです。はい。次見ていきましょう。<laughs> 二つ目のケースなんですけれども日本優先のケースなんですけれどもねこ以前取り上げましたよねそうで100億円調達してまして2018年発行2023年召喚開始なんですけれども何に使うかと言いますと船の会社じゃないですか船いっぱい CO2 出しますよねじゃあなるべく CO2 出さない船にしたいなとでも作んなきゃいけないお金かかるよねということで例えば LNG を燃料にしたより CO2 が少ない船ですとかあるいは環境対策をちゃんと考えた船とかこれを新たに導入するためにこのお金を使いますということで100億円調達して。 船に使用したんですね。 それからもう一ついきたいんですけれども、はい、東京電力リニューアブルパワー,ー、よく知ってるね、東京電力のホールディングスの子会社なんですけれども、最、はい、エネの専門会社があるんです、実は。で、ここはね、300億円、さっきよりちょっと規模大きいんですけど、調達しました。これ、もう今年なんですよ、年2021年。で、2024年償還開始なんですけれども、えー、ちょっと早いんですけれどもね、これ再エネにもちろん投資します。でも実際に調子置きの氷上風力とか、いろんなものが動いてるんで、そういう意味ではもう分かりやすいグリーンボンドっていう風に言えると思います。まあ、こののにもね例えばよく知られた以外の会社ですと 星のリゾートリゾート行く時はねやっぱサイエカーボンゼロのリゾートいいじゃないですかそうですねいいですね,ねそういうところにやっぱ13億円投資するんですよその他にもねこう目立った会社でいうと九州電力の150億円ですとか、はい、JR 九州200億円などねまあいろんなケース日本出てきてます、うんうん、いろんなところで出てるんですねまあこういう感じでどん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 伸びてるんで、はい、これからもさらにもっともっとグリーンボンド増えていってグリーンにどんどん投資できるような環境が整ってくるんじゃないかな、うん、まあそんなような日本が将来があるかなと思いますま、はい、まとめにいいきたいんですけれども、ま、ずグリーン 省エネや再エネなどグリーン関連向けの債券です、うん、債券いわゆるボンドですよねで SDGs 債の一種でソーシャルボンドですとかサスティナビリティボンドがあります、うん、でその中でもグリーンボンドこれまで他の SDGs 債も一緒ですけども透明性重要なんです借りたお金何に使てるかちゃんとみんな分かるようにしなきゃいけないといやその分めんどくさいんですでも持続可能な債券ですよね持続可能なボンドでして有利な条件で資金調達もできるんですよ、はい、そして投資残高 世界的に急拡大中で、はい、日本は急拡大はしてるんですけれども、うん、まだまだ足りないですよね、うん、ねもっともっとやっぱりお金集めて、うん、どんどん日本、グリーンにする必要があると思います、うん、頑張っていてほしいですねでいいグリーン投資案件を蘇生して、資金回転させていくってことが、社会をもっといいもの、もっと持続可能なものに変えていくことになるんですよ、うん、そういう意味ではこのグリーンボンドがどうやってお金回していくかっていうのは、われわれの将来にすごくかかってることなんですよね。うん、そんななようこことととでこれがちょっと期待ししててていいいいいききたたた思まます、はい、本日はグリーンボンボドについて教えていただきました このチャンネルでは毎日脱炭素を軸とした情報配信を行っておりますチャンネル登録、高評価、通知もオンでお願いしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回,次回